JR 貨物国旗71系貨車は、日本貨物鉄道が乗用車との複合輸送用として1994年から製作した貨車である。乗用車の鉄道輸送は、国鉄時代から車運車、区保線型などによる車扱い貨物として対応されてきたが、輸送の高速化、積み荷損防止の観点から、JR 移行直前には、乗用車専用コンテナが開発され、 自動車メーカー各社は手術の専用コンテナを投入してきた。乗用車などの物資別適合輸送は、車扱い、コンテナのいずれにおいても、輸送設備が特定貨物に特化するため袋は空にとせざるを得ない欠点が解消されずにいた。これを受け、先に低床式多目的車両として試作された、古希70系の構造を基本に、 低床化で得られる大きな積載可能空間を活かし、往路は乗用車、袋は汎用12フィートコンテナを一両あたり、最大4個を積載可能とした専用コンテナ、カーラックシステムにより、袋の空車を解消した複合輸送対応車両が開発された。これが古希71系である。本形式は1994年9月22日に、 試作車二両1997年までに量産車六両が川崎重工業で製作された。1996年には、貨車としては初めて鉄道友の会より、ローレル賞を受賞している。大枠は、コンテナ車標準の魚服系側張りで、古機70型と同様の低床平床構造である。床面高さは 700mm、車体長は 2350mm で、 車体は古希70型より若干長い。中間の連結機はボルト止めの半永久連結機とされ、奇数番号車、偶数番号車の2両を1ユニットとして運用する。作業員が操作している緑色の箱型機械はカーラックトレインのウィングトップ式外壁を作動させるための専用油圧ポンプ装置。乗用車の汚損防止のため車体中央で2分割された。 ウィングトップ式のアルミ製ラックカバーが二組装備され、二役時には外部から専用の移動式、小型油圧ポンプ接続により、髪型に開く総開き構造である。専用の30フィートコンテナウム 20A 型3万万台を2個、積載でき、専用のツイストロック式禁定装置を二組装備、する。専用コンテナ以外の直接積載は考慮されていない。外部塗色は、 車体、ラックカバー上部がコンテナレッド、ラックカバー下部は無塗装である。ラックカバー上部側面にカーラックのロゴマークを付す。荷重は39.2トンで、1両あたりの積載能力は JR12 フィートコンテナが4個、乗用車は8から10台である。台車は古旗70系の FT11 型を基本に軸橋 1800mm に拡大した。 ボルスタレス式空気バネ台車 FT12A 型で、シェブロンゴム指示の軸箱装置、ディスクブレーキ装備の基礎ブレーキ機構は共通の仕様である。ブレーキ装置は、コキ100系と同様な CLE 方式を装備し、電磁弁は、奇数車に装備する。手ブレーキは留置専用で、ハンドルは、大枠側面にある。最高速度は、時速 110km である。 運用廃止となり、外壁をすべて撤去されて、独特の雰囲気がなくなった笠寺駅に留置中の国旗71系。本形式の専用無害コンテナ、カーラックは1個に、乗用車4から5台を積載するほか、JR コンテナ用の金定装置を装備し、乗用車の積載装置を格納して、JR12 フィートコンテナを2個積載できる。オー路は、 乗用車を積載した専用のカーラックコンテナを本形式1両につき2個積載し、積み荷の汚損防止のためラックカバーを閉じて輸送する。袋はカーラックコンテナ内の乗用車を積載する上下2段積,み積載装置を底辺床面へ降下して12フィートコンテナを1両に4個積載して輸送する。ただし、両端の支柱は固定されているので、 会場コンテナのフラットラックコンテナのように折りたたむことは一切できない。名古屋貨物ターミナル駅を起点とし、一運用につき一ユニット二両を新潟貨物ターミナル駅、米子駅へのトヨタ自動車製の乗用車輸送に使用していた。ありがとうございます。